Previously, on Resident Evil Revelation. これまでのバイオレベレーション、イエーイ！いや、前回はすいませんでした、もう本当に。もうただただ、もう恐怖の女の子に追い回されるっていうね。やっぱ女の子っていうのは、どんなにメンヘラだろうか、どんだけね、もうインフラだろうが、インフラ？インフラおかしいよ。はい、だろうが、ね、もうどんなね、性格をしようがね、やっぱりね、最初の入り方はね、優しく優しく、穴にゆっくり入っていって、向こうがしっかりとこちらにぴったりフィットをしたところで、動くっていうね、やっていかないとね、やっぱね、こっちからね、最初のモーションがあまりにも激しすぎたがゆえにね、うまくね、こっちにフィットしてくれなかったんじゃないかなっていう気がするんでね、仕方がないですね。ということで、まあ、今回からは、まあ、リベレーションなんですけども、まあ、お笑い担当が出てくるということで、ぜひお楽しみいただけたら幸いでゴンスというところでございますね。リベレーション&ベオエルシュン。ヌン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 。スイクツ&カーバー。はい。じゃあやっていきましょうか。楽しみでございますね。さて、一体どうなるやら、どうなるやら。今回はちょっと気楽にやりますよ。なぜかというとね、うん、ネタバラシを言うと敵が出てこないからなんですよね。頭になんかいろいろ巻いてて、ジャッカルじゃなくてジャッカスっていうところがね、そのスープルールのね、あれがどうなんだろうな。このコードネームには何なんだろう、自分のその好みとかなんですよ、ね、こっちではフォークボールって言ってオブライエンって言っちゃってるしね、もう隠す気もさらさらないっていう。了解です。うぅ、寒い。ほんと俺も寒いの考えてまして。まあね、バックレールマシだろ、ディベルトロは。いや、ほんとに。しかも、ちょっと待って、この人たちさ、ヘルメットかぶってさ、キースに関してはさ、なんかニット帽みたいなかぶって、ニット帽っていうか、なんか帽子かぶってるけどさ、クエンとさ、ハゲなのに全く隠す気ないけど、頭、大丈夫なのか。あ、でもそっか、なんか機械をつけてて、あれか、モーターが回って暖かくなってみたいな、あれなのかな。まあ、そうね。そうね、ジェシカちゃんとかね。ここではグラインダーって言うんだな、ちゃんとね。いや、いいね。それがもうちょっとで見つけられそうだったのに、ジェシカ。なんでその見失ったのかっていうのが気になるよね。いや、まあでもストーカーでしょ。追いかけてる人にストーカーなんだよ、それは。ストーカーの人は自分がストーカーだって思ってないから、ね、そこ結構危ないよね。ってことで、オープンセサミン。 Feels like something's gonna jump out. なんか出てきそうな雰囲気だな。 You need to stay quiet. Yeah, I know. 了解。結構武器は、武器めっちゃ豊富じゃん。こっち見よう。なに？Weren't you the one who said to stay quiet? Even Homer sometimes nods off, you know? That doesn't even make sense. Come on. あれなんか先に取っちゃっていいのか分かんないけど、取っちゃった気がするけど。ああ、出た出た。お前も発作を起こすのかよ。で、こっちで。カーブは2個。ここで取りそうな人の特に今のところはない。で、いい。こっちは出てないかな。その缶詰。これ空港なんだったっけ？いろいろと。あ、なんか。ピーン。で、くるっ。くるっ。あ、これなんか先開けてよかったんだっけ？なんか、行って戻ってくるみたいな、なんか、ワンアクションがあった気もしなくもなく。これで、こっちで。あ、なるほどね。これがあると行けないっていうオチなんだ。はい。で、これで全部解けたから、OK。で、拾っておく。で、こっちに、あ、そっか、こっちに行こうとしたら、いけねえって落ちた。どっかに開けられる方法はないかな。そう、ここです。よいしょ、OK。開けよう。あ、なんかある。Nothing then。ペリューだよ。ここは特に何もない。じゃあ、モニタールーム、セキュリティシステム。We might be able to open up that area that's been sealed off.ピカ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  ピカ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 ピ
まあ、これで、なんかでも、ハンターの大きさから考えると、クリス編とかで出てきた、あの、カゴの中の、あ、だからカゴの大きさとかさ、あんまり、なんだろう、サイズが合ってない気もしなくないわけない。大きくないみたいな。It's a poltergeist! やー、待ってろって。I'll switch the feet. See where it goes. はーい。で、無事逃げてきて。あんな危ない任務なんだって俺聞いてなかったぜ。なんだ hey, what the hell is that? 何が起きてる quiet. うーん。やあ足が引っ張られる。くる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 。We can't see it. あ、上。しかもあの切り裂くんじゃなくて首を折るっていうね、あの爪の長さでどうやって首が折るの？うえぇー This is definitely for mature viewing audiences. まあそうね、僕が娘に見せるかって言ったら見せられないよね。まあ見せるというより自分でプレイしてね。That's some shocking footage there. 被害者の落し物、あれは何だったんでしょう？ めっちゃ構えてんじゃん。これでドアのロック解除されたかった。OK。よし、じゃあ開けていきましょう。Hey! This is the place from the security feed! ここで出てきてくれてもよかったんだけど、そういうのは一切ないからね。バウチャロ。シュン。シュン。よし、OK。で、拾って、ハンドガン拾って。セキュリティトークン。あ、終わった！しまった！やっちまった！あーん！え？え？え？あ？ちょっと待って、何も言わずにクリアで終わりかよ。しまった！アイテム拾う！ちょっと待って、あー、しかも俺やっちまった。これすぐ終わるパートだからって、前回、すいません、これネタバラしてると、前回パートからの撮り、あー、やっちまった。このまま次撮る？いや、ちょっと待って、収録時間考えよう。あー、ちょっと時間がねえな。無理だな。寝なきゃ。まあ、うわ、マジか。どうしようかな。どうしようかな。これは困ったぞ。困ったぞ。まあ、1ヶ月にアイテムに拾い忘れくらいね。まあ、多分なんか次どっかやったらなんとかいけんだろう。くそ。そう。まあ、そういうこともあら。うん。まあ、ということで、まあ、非常に短くって、寂しいパートではあるんですけれども、これ5分くらいで終わったんじゃない？一旦このあたりでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。まあ、そういう日もね、ちょっとあるということで許していただけたらと思います。まあ、区切りがいいんでね。はい。じゃあ、また次回パートでね、明日もお楽しみいただけたらというふうに思います。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。1000人頑張ってます。ということで、またお会いしましょう。バイなら。